リーブスはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦リーヒ級ミサイル巡洋艦の9番艦。艦名はジョセフ・メイソン・リーブス海軍中将にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。リーブスは1960年7月1日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍造船所で寄港する。1962年5月12日に ジョセフ・エム・リーブス・ジュニア夫人によって浸水し、1964年5月15日に収益した。大やけみ及び成長後にリーブスは、ロングビーチを母校として信頼性試験を及び訓練を行った。1965年4月10日にリーブスは、西太平洋で第7艦隊での最初の巡航を行う。6ヶ月間の展開では、 ベトナム沖合でのアメリカ軍の作戦支援を行い、主に対空紹介を担当した。最初は航空母艦オリスカニーを中心とした第77.3任務部隊で、続いてミッドウェー中心の第77.6任務部隊で活動する。1965年11月3日にロングビーチに帰還すると、同年の残りは西海岸で活動した。 1966年5月26日にリーブスは日本へ向かい、第7艦隊で2年間の配備につく。6月16日に新たな母校の横須賀に到着し、7月7日には出港、ダナンに停泊する。その後2年間にわたってリーブスは日本を拠点として、ベトナム沖合いで定期的な救助巡航を行い、493日間の 巡航のうち312日間をトンキン湾で過ごした。リーブスは1968年8月にアメリカへ帰国し、同年の残りはロングビーチ沖合でレーダーシステムの評価試験に従事した。1969年前半にバス鉄工所でのオーバーホールと近代化を命じられる。鉄工所には3月31日に到着し、4月10日に予備役に置かれ、 広範囲な回収作業が開始した。リーブスは1970年8月29日にバス鉄工所で最終駅する。9月10日から11月19日までの間にバスから新たな母校の真珠湾に移動する。この長時間をかけた移動の間に様々な港に寄港し、グアンタナモ湾付近で3週間の回復訓練を行った。真珠湾に到着後は、 ハワイ水域での多くの訓練演習及び作戦活動に従事した。1971年6月にはトンキン湾で活動する。1971年12月20日に新珠湾へ帰還し、1972年9月まで様々な作戦、訓練に参加し、下記の海軍兵が校生巡航も行った。9月18日にハワイを立ち14日後に、 フィリピンのスービック海軍基地に到着した。ベトナム沖合の西太平洋での6ヶ月間の活動の後に1973年3月17日に真珠湾に入港した。その後1974年までハワイに泊まる。リーブスは1975年6月30日に CG-24 に艦首変更された。リーブスは ベトナム戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。リーブスは1980年代の大半、横須賀を母港として西太平洋に展開した。この期間、リーブスはミッドウェイを中心に編成されたアルファ戦闘集団のレーダーピケット艦として対空商会に従事した。リーブスは1993年11月20日に退役し、 真珠湾の海軍不活性艦艇整備施設に置かれる。最終的に2001年5月にクイーンズランド州沖で行われたアメリカ・オーストラリア海軍の合同演習における撃沈演習で標的艦として沈められた。現在リーブスは難易26度26分53.0秒、時計155度24分27.0秒。 内位26.448056度統計155.407500度 -26.448056155.407500 の2541ファゾムの海底に沈んでいる。ありがとうございます。